木曜オリジンアワー、始まりビタンドはね、パーソナリティ、準選手やいびん、ユタサログとおにげサビラー、よろしくお願いいたします。ハイ <laughs>、はい、サイト、アンセ、ワンモンドシンチャ、ユバゲや、ヤ、と、ンセイ、呼び込みましょうね。カズキー、どうぞ。カズキーじゃないよやな。<laughs> カズキーは俺の弟の名前やし。あ、本当ですか。 あ、でよかったね俺の弟、和樹は。あ、そうなんだね。蕎麦賞、蕎麦賞。手際美装たちがよ。短くなってるやし、紹介文。あ、そうね。終わった、あのー、<laughs> 地元にさ、和樹いって言ってからよ。はい、自転車乗ってから、いつも歌を歌ってる人がいるわけさ。ウヘニチョンよ、チラゴは。えー 似ててもかまあまあどっちややこしいな弟の方も一輝もちょっと一輝 <laughs> もチェック入ってるんですか俺も今日の私服のチェックと同じああやかましは <laughs> チェックで一輝と認識するなややこしい。 ソバショー、ソバショー、ソバショーでしたね。ソバショーです。ごめんなさいね。はい、本日も準選手とソバショーでお送りしていきますので、よろしくお願いしますよ。お願いしますね。オープン明けですね。そうですね。ねえ、いや、もう何よりもその前にちょっと触れたいのが、今日も作業着で来てるんですか。当て目でやろう。うん、こいぐらいやる。ヘルメットとしさ何ですけこれ。何？日課？超超ロング。超超ロング？超超ロング。トライ。 絶対それ緩く前回よりもですね、えー、ちょっとバージョンアップしました。バージョンアップするな。サングラスグアン八代や。あ本当だ。<laughs> サングラスつけてる。橋場ヤフジ氏よ。めちゃめちゃ怖いタイプのこの建築業の人やし。<laughs> なんか今日よ前回建築の話あまりできなかったなと思ってから。いだいぶしましたよ。今日もっと思い切りやりたいなと思って、ね <laughs> うん 前回もオープニング20分使って建築の話してましたからね <laughs> 今日40分ぐらい行こうか意味がわからない怖い話も聞かされて幻覚が見えるっていう。あのー 建築の話に戻るんだけどよ。戻るって何なんですかあのスタートでしょこっち来た来る前にさ建物具合とかよ見てたらよちょっと浮いてるところがあるな壁がな。わかるその業界用語的な感じもちょっと何なんですか浮いてるってなんすか壁見たらさちょっと亀裂具が入るさね亀裂はいは部屋によこれは浮くって言ったらこのモルタルがあるさねはい これ、打診棒っていうのでさごめんなさい、モルタルグワっていうのと打診棒っていうのがちょっとわかんないあー分からない建物はモルタルさモルルタコンクリートあ、コンクリート沖縄は台風に強くコンクリートでやるでしょはいはいはいはうん、民トゥータンややたしがはいはいでコンクリート建てたらちょっとあの劣化してくるわけさひび割れしてくるさ、建物がまあ確かにはいわかるはい建物がひび割れしたらあと雨漏りとかなるのわかるあ。 なるいによってね割れからもろくなっていってどんどんそうそうそうでこのひび割れの原因が今日教えようねこれどんどん話進んでいってるうんまあまあまあ聞いてみましょうはいはいおうち立てるときにさまず鉄筋組むわけよ鉄筋はいはい棒分かるでしょ鉄筋の鉄筋分かりますよ鉄筋組んでからでた枠枠立ててからこっちに攻めと入れる草。ほさ モモルタルルルタタココンンククリリーートト、うん、そしたらもうだん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 ね築何年何十年ってなっていったらよ、はい、まずその中のよ、はい、鉄筋が錆びてくるわけよお<ー>錆びてきちゃうに、はい、あんさあに膨張すんばってれがあこの鉄筋が、うん、腐ってきてからさ<ー>そしたらこのも中で支えてるモルタルが、はい、ちょっと劣化してから弱くなってくるもんだから、うん、外壁まで行くわけよ でその日々割れから水漏れが発生するわけよ。はあ、い、<ー>そうそうそう。はい改修工事そうたくてよ。はい、うんねる言うわけいんだあっそうもうわかるんすね。うん。 もう誰のおうでもいいからよ、ハンマーで叩きたくなる。なんでよや。誰のおう構わずだめでしょ、そんなこのガれキ落としてからよ、補修したくんだろう補修すんな、勝手に人の家を、撤去しようとするな。全部よ、またモルタル落とすさ、それでこの鉄筋めくらすわけさ、ドリルで、ドリルで穴ほかしてから、鉄筋めくらして、その鉄筋についてるさびを全部落とすわけ、ワイヤーブラシででワイヤーブラシそううあるんだこれで。 落としてからあと錆止めのうるわさそしてペーストっていう下地材をセメントのねこれ塗ってからでまたモルタルで補修して埋め尽くすわけよそれまでの工程がよ結構大変なんだけどさ内ちなぐちどこ行ったおいうちなぐちのメインの力入れてたやつなんで内ちなぐちってなんで内ちなぐち忘れたかなわからんさキャラ変わって これ沖合通り道行く人たち見てびっくりしますよ絶対ああこの作業さがラジオやってるって思ってますからねヘルメットつけているさよくつけてやばいやつパーソナリティになってるやつって思われてますよ絶対現場してないけどこんなってからね車乗ってる人多いしな弟や東村とかよくいるよやいその特定するんだ東村多いんだこういう昼間さんのよ軽自動車のやらかいヘルメット干渉者や ああ軽自動車乗りやがいフルメットつけて乗りやがいあんちよ、はい、珍しいんじゃない珍 <laughs> しいですけどうこういう人あるあるなんですねおうおういや将来的にも俺も憧れてるからさ<あ>ううそういうのに、ね、<laughs> めっちゃ憧れてるんだる憧れてそうだな <laughs> <laughs> 建築業の人にでまたよ このひびめちゃめちゃ戻るやし話建築のひび <laughs> <々>をひび <laughs> 割れしないようにするにはよは <い S 2> やっぱり屋上防水工事した方がいいわけさ屋上の防水工事 <うん S 1> 屋上行ったらだあのコケごわができてくるのかなあとコケをさ高圧洗浄機魚やにジェッターで全部水洗いしてからさで綺麗にじーならしてじーならすん えー、プライマープライマー前話してさ <laughs> <laughs> こ,ここで出てくるんだ <これ S 1> 前回のやつがプライマーすごい対応力すごいですね強力でオールマイティーだなプライマー。 これの上にまあ断熱とかよ、ウレタンゴムよ、引いてからそれからその上から太陽の紫外線を抑えるために遮熱コートっていうのを塗るわけさ。そうじゃピシャないしてからピシャない。雨も弾くよ。ちゃんと勾配取ってればね。勾配わかる？ なんてそうですかとそうそう屋上にさ屋上上がったら分かるはずだけど雨降ったらちょっと屋上スラブがさ陥没していったらこっちに雨がたまりやすいよく見ますねよくあるでしょ水がたまりやすい家とかんかそういうのありますねそうこれをねやっぱり最初で直すわけよまあ年数がいくにつれて陥没したりとかするからそこを銅面まで持っていくっていう銅面要するにね この陥没を直すためにちょっとね、はいえー、モルタルごはでまた盛り上げたりとかして、うん、すげえなモルタルすごいよモルタルすげえな対応力モモルタルルルタタあったら何でもできるじゃないですかもうもうモルタルがあるから終わったら生きられるからなあそうなんですか <laughs> モルタルのモルタルに生かされてるんですか でこれ勾配取ってちょっと盛り上げたら逆によ、はい、そしたらあの屋上にはドレンっていう水はけ具合があるんあルーサーによへーへー水が流れてでパイプつったってから下に落ちるわけはははいはいはい、はい、そのドレンのところに勾配をちょうど持っていって雨水をそこに、えー、生かすように、ね、したらおうちは何か曇なんかうわけさ おお、うんうん、水漏れもしないようにってう。そうそうそう。誰なんだもんあんたは。お願いするんだったらあの防水工事よろしくお願いします。はい、俺が知ってる純選手変わったぜ、うん、もう。ゼロ九八八六六六。じゃあ,じゃあ何の国ちかい。<laughs> 純選手。今そのでね <laughs> <laughs> 事。事務所に問い合わせされても。<laughs> <laughs> 困るでしょ検索さんと秋山さんマネージャーが直してほしいんですけどってうちそんなことやってませんって言うしかないですよマネージャーじゃあいいんじゃないお笑いもやってから防水工事もやって防水工事もやって二足のわらじ二刀ーのすごい二足のわらじだなこのでまあちょっと話せっかくだからもうさせてもらうけどこの屋上行ったらさこのスラブからさ例えば陥没してるとこから水漏れると思う 水が溜まってるところから亀裂が入ってたらそっから水漏れると思ってますねそっちからは漏れないわけよえ亀裂入ってるのに建物っていうのは全部コーナーからコーナーから漏れていくんですか角っかえ屋上行くさで立ち上がりになってるさ例えばあのんていうの屋上の平のところはちょっとブロックとか積まれてるの分かる四方に四方ブロックはい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 昔はブロックだったんだけどあっちの 下下のちょうどなんていうのかな切れ目エルボーになってるさエルボーになってるエル型になってるエルボーって今エビパイプの話してたんです思い出してよエルボーってひじねそっちのコーナーから亀裂が入っていってからそっちから水がいってそれが壁から伝わってから。 でその壁から伝っていったらさちょうどわったが住んでるとこ例え建物はよ天井はよ空洞になってるわけあなるほど天気健康ってあるでしょ四角い人が入れるようにそっち覗いたら分かるよあっち空洞になっててから空間があるんですよ下と上に空間があるんですねそうそうそうそっちからね 骨組があるわけさそっちに、うんうん、上上がったらお天気線とかいろいろあるんだけどさ、はい、その骨組みからいろいろ伝わっていってから水がね、はいはい、そして真ん中から雨漏れしたりとか、うん、あそっから来るんだ真ん中じゃあ亀裂から別に来てるわけじゃなくてうん、うん、その上の屋上のエルボーから来てるんだそう最初は最初はね、はい、あの屋上のこのエルボーのこのんていうのかな コー,ーコーナーからよ。はい、うん。伝っていくわけです。だん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 。水が。うんうん。あ<ー>そう落ち直そうかえ、んでよ。<か> <laughs> 急に。どこだったはい、バローだった。いや、直さんでいいですよ。困りますよ。安子選手が直しに来たってなったら困るし。いいんじゃない安くでやるよ。<安>昔一人でやってる時は安くでやってたよ。 いやいや、まあ、リアルだな、うんうん、マジで誰なんだよ <laughs> <laughs>。方言使えよ <laughs>。そして、おばん、どう、どうだったっけ。もう急に、ここで、の話に戻す。<laughs> もう、なんだ、建築の話聞く。体制入ってたな。<laughs> ええー。青年会やってた。あ、青年会、実は、まあ、でも、入ってるんですよ。よ地元、でも、参加は、できてないんですけどね。うん、青年会で、やっぱ、地元が。 はいえー、やってるんで、ま、ブルこのなんていうんですか地域に分かれてやってるんですけど、うん、僕ら青年会でそこでも少数派の地域で青年会やってるんですよこの時期になったらもうお盆は綱引きとかあはっえサーあらんイいーする人数がないんですよあ綱引きが綱引きとか棒術がメインになってくるようなやっぱり若い人なんか血が騒ぐ綱引きや あーもう小さぎますね綱引きは綱引きっていう文化がなくてよはい綱うどあの北中の方面はよあっエイサーだったんですね人数が多かったんだじゃだから綱引きをこの文化としてる模様し事があるところって、うん、エイサーは特に興味まあでも確かに僕<う>いやでも意外とできないからちょっとやりたいっていうのはありますよあなるほどエイサーしたいみんなで集まって叩きたいなとかありますよあそうね あれ練習とかか絶対楽しいいじゃなです練習はよ、今はないかもしれんけどね少なくなってきてるみたいだけど終わった時はよ、みんな叫びたり青年会やったんよ叫びたり青年会すごいタイトルきた終わったみえやめな強よしくとうえいせやあさに公民館うんじゃにゃ公民館でうん、公民館、お酒 割エイサー3割ぐらい。いい少な、エイサー。あ、じゃね、8、人ぐらいじゃいかん。でもいいわそれも。7、3でも高いですもん。8、2で間違えられても。最初来た時に、一回一節踊ろうかって言ってから、で、あと途中からまたお酒飲んでから、割り合わせてから、最後にまた締めごはで踊ろうかんじいやラーメンみたいな感覚で。 そんな感じでやってるんですも今はね今は少なくなってるみたいよ。エイサー青年会がちゃんとした活動とかね活動資金に当てたりとかするさでも確かに僕ととどっこい過去去年にですねこの八重瀬町「こちんだ」で八重瀬エイサー祭りのイベントでちょっと司会をさせていただいたんですけどすごかったっすよ。 やっぱね八重旋といえどもいろんな地域の、うんあのー、エイサーの人たちがいからもう何百人のエイサーする人たちがいてどん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 ん叩いてうん、うん、言い方変だなまあまあエイサーねうん、うん、やって僕らはセンターでずっと立ってマイク持ってって恥ずかしい感じにはなっ <laughs> そこまでエイサー興味ないけど <laughs> いやでもめっちゃかっこよかったですよ。 やっぱり,踊りエリさんはやりたいなって思いますけどねやりたいあ大太鼓とか憧れてるんですよ矢がもたないよねえ<ー> <laughs> そうなんですよ上位あれ重たいんですよねえ <laughs> 島回り行くってからすぐパッタリゲーなんですよ <laughs> パッタリゲー倒れるねうん、うん、ああグマのアニゾーさんからもツイキャスいただいておりますよコメント綱引きは南部なのかなとそうなんですよ 綱引きなんぼでも綱引きも綱引きでね意外と何回もねこの入り上がりああいやいや東と西に分かれるっていう入り上がりで戦うんですよ棒術とかもそうですよね入り棒とか上がり棒とかあるんですよ種類その入り上がりで戦うんですけどこの綱引き輪っかが先端にあって綱を こう入れるじゃないですか。なんていうんですか。輪っかと輪っかを重ねて真ん中に棒を突っんです、うん、はい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 うん、そっからのスタートなんですけど、うん、そこまでが長いんすよ。あ、なるほどな。この綱引きがだな何もう喧嘩みたいな感じになってるわけ。もう最初は、うん、みんなであのある程度遊ぼうぜっていう感覚なんですよ。降り<は>と上がり行ってもみんな先輩一緒だから仲いいんすけど、なんていうんですかね。これコントじゃないですか。要はこの 綱引きってそうなの簡単ないや違う違うコントだったんだそうそうまあなんていうの難しいですけどわかるじゃないですかその範囲なんで俺ここをドキマキしないといけないですかコントじゃないですか要は周りにええええみたいななんていうんですか盛り上がさせるためにこの苦毒するというかそれまでをやるんですけど 向こうの先輩たちもこっちの先輩みんなメンバーもちょっと遊びながらやるんすけど。途中から、うん やった長さよやーみたいな感じとかくるんですよ。やったあげながらいいんだろうみたいな、うん、ちょっと血騒いできてるんですよ徐々に。でマジで「おーるんか」みたいな感じの空気流れて <laughs> うん、うん、やっとつながったと思ったらそっからも長いし、うんうん、案の定同点ってあるかいみたいな結末になったりとか <laughs> 結局酒たり青年会と同じです <laughs> <laughs> 確かに酒飲んでる人何名かいる、ね。ね 酒飲んでからまたあの一旦会あっことせえなかっちゅんどんりゃあねそういうのがもう大事じゃないかねえもう,もうけんでも確かに怖いよやあであの足踏んだりとかある今ツイキャスコメントで頂い,いてるんですけど、うん、旧具志川市の俺さんから「しょうくん綱引きの話もういいよや」ってなんでよや もういい建築の話でいい字なんかかったのに俺の番でよや綱引きの話。<laughs> えグマの有蔵さんから「ハエバルキャンの綱引きはえ綱を入れる時に喧嘩するのがえ習慣だよ」と「こっちんだもそうなのかなと」とあでも結構そうじゃないですか綱引き自体。 でもこっちにるというかみんな優しいイメージだけどなこっちにではな本んすかんか分けあいあいとしてそうだけどあでも全然もう仲いいっすよ先輩後輩っていうなまあちゃんとあるんですけどもう全然そんな関係なしに僕らどっちかというと「こぐすく青年会」って言うんですけど何僕ら僕が所属してる青年会「小さいにしろ」と書いて「こぐすく」 小スくっていうんです小、えー、スく青年会もうちすもう小さいんですけどねは人数も小さっすぎて、うん、でももうほんとにアットホームでみんな仲良くてでももうなんか綱引きやって足踏んだりとかしても全然もう怒んないですよねなるほどね、うん、な楽しいっすよ綱引きの時はもう綱引きの話読めようかもんでよやな読めりゃいいどう ちょっと見えんくなってるですよ。サングラスは外す。<laughs> 外せ外せ。<laughs> 曇ってから。見えんくなってるやつだってすか。師匠めちゃめちゃあるや。外せサングラスな <laughs> ヘルメットも外せもう。いや、あっちさるんのや。<laughs> <laughs> いや、じゃ、これはよ、気合が入るからよ。ヘルメットはよ。<laughs> いや気合入るとかわかんないですけど。うん ン、えー、選手もやっぱこの黄ンシーズンになったらねエイサーとか聞いたらやっぱりくなるなであのエイサーの武勇伝がよ、うん、たくさんあるよこ、ね、あそうっすかうん、うん、エイサーの武勇伝ってあんま聞かないですけどねあんま持ってないですよいろんな人持ってないよエイサーの武勇伝どんな武勇伝あったんですかこれ一回してから やっていいかちょっと長くないそうだからなるほど、わかりました。はい、じゃあ一旦 CM 挟みますか。メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。メッセージは O R I G I N A あ、ごめんなさいね。もう四回目、五回目たのにな。アットマークのことでこんなじエンリッチやびようねやゆっくりでいいんですよ。オリジンアットマーク F M N A F M なは F M なはね すべて小文字でクーサルじいさんにやさい origin.fmnaha.jp アットマークまでよろしくお願いします。それでは一旦 CM この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしますビッグワンでの買い物楽しみだなえー、にーにえあ、ヤンキーだだ、陣借りよういや、僕今日お金を持ってないんですよほらよや、今からビッグワンで買い物する人が陣持ってないっるかやだ、持ってこいいや、本当ですビッグワンは現金がなくてもエリーや英語ロットでお得に買い物が楽しめるんですだ、やり方なろう。良い品をいつも安くビッグワン

俺の彼女の名前をさらっと出すな毎回この CM の時に腹ラちゃんで父親にいやしてないよやどこの病院にいるって何以降してるんだとしても面会しにいやいや面会されても5000円いあげようかななんで円万あんた妊娠してないですからねあの今朝ねはい あ来てます来てますよ、うん、ツイキャスコメント頂い,いておりますーーありがとうございますね。旧具志川市のお礼さんから頂い,いております翔くん、モルタルをバカにするなと来てます <laughs> すごいなもう同じ人いるやしモルタル別にバカにしてないですけどいや、すごいんだなって思いましたよ先バカにしてる、えー、お前はそして。 えー、ペーストをバカにするなよくご存じで <laughs>、えー、浦添ののりさんからもいただいておりますお,うお,うお疲れ様です潤選手の言ってること分かるよ昔防水屋してたよおお<ー><ら>そうなんだ<ー>のりさんえー、そうなんだあそうなんだでも確かにのりさんはしてそうわったあの昔昔っていうか何年前かまでよ防水屋ってあんまりいねいよきょ塗装屋さんはどうしがや防水工事専門でやん あまりいない。あ、そうなんですね。うん。大将コジやイアンドケだジャー。うん。珍しいな。もしかしたら、もうゴロ間ぐらいの一緒に飲みそうやさ。長くなりそうだな。大阪のおばちゃんさんからもいただいております。ありがとうございます。ぼすぎやしたのかな。いや、違う違う、その関連じゃないです。びっくりするでしょ、大阪のおばちゃんさんがら。え、つき懐かしいな。那覇の大綱なきの綱家にまだあるかかかこれもらえるん これなんかもらうっていう、なんか。記念に。ありますよね。これ記念にっていうことですか。単純に何か守られるとか、そういう。あ、あなるほど。なるほどね。はいはい。んはいはい。だけどナイフとか持ってきた危ない。あ、なるほど。ねナイフ。切る役の人がいて。ちゃんとその、切る人がいて、それを配ってあげてるんですね。あ。 なるほど。そのまた一部とか綱ひな大綱引きの一部を世界遺産とかに置いたりとかしてるんい？いやいやそれをいやすごせなんか聞いたことあるけどな。えガチですか？うんうんうん。どこだったか前手がわしたちがよ。すごいな。うんうん。ちゃんとなんか認定されてるんすの。はい。じゃあメール行きますか。行きましょうね。はい。ありがとうございます。ああ。 先に、あ、そっかそっか、淳選手の。やんと、エイサーの話やったんや。あ、そっかそっか。エイサーの話いるよ。エイサーのこの武勇伝の話。あの、わねを、中学、えっと。昔からエイサー好きで、小学校の時にさ。もう、低学年の時によ。もう、わさわさしてからさ。お家から、公民館が聞こえるさ。お家のベランダに出てから、自分で。あの、ね、太鼓作ってから、踊ってたわけ。はい。え。自分で太鼓作って踊ってたわけよ。 すごい何でも作るなあれだよゴミ箱とかでゴミ箱ゴミ箱棒は何でもいいわけよ天クマにあるので棒は何でも良さそうですねで終わったあと弟お母はあんまり興味ないよけさえいさんにでわンわンもデイジもふとふとしてからでお盆とかに例えば車で親戚周りするさその時に耳の錯覚っていうかよ エサーの音が聞こえるわけさお父さんこっち止まって止まってってからよで静かになってももうボンボンとかトン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 とか聞こえるようになってからなってないのにななっていのにそのぐらい好きでなんか先週の話と似てるなちっちゃい頃からやったらんか耳に何かあるのかなわで本当にもうたまたま見つけた時にはもう興奮してからよでそのまま「あわせの高原」っていうののとり 降りてのさこの時がよ小学校うん低学年とか1年生ぐらいだよ、はい、で車で降りてからは、はい、いなくなってたって、はい、走ってから<っ>で弟かもうドゥマまげてから、はい、探してたってそしたら 高原の青年会の中に乱入してから俺も踊ってたってええそんだらあと一緒に、えー、<laughs> そんなちっちゃい頃から好きなん、ね、相当好きだったわけよエイサーが死にわらば怪い笑ばやしもうエイサーのことばっかり年から年中考えてよ、えー、あそうなんですかやたんどうや朝ねなやかいムーや医者やまたエイサーの音楽が入ってるテープ聴いてから。はい <laughs> ええー、<laughs> そんなに本当にそ,そう相当だったよ好きな歌手何々青年会みたいなもんだじゃん<笑><笑>そうそうそう、えー、でそれでから中学生ぐらいになってももうずーっと好きさ、はい、で中学校卒業してから青年会に入って、はい、で18ぐらいまでやってたわけよ十十八ぐらいまで<う>でこれ卒業してからさ俺は、はい、で俺は はもう普通の青年会に入るんじゃなくて乱入青年会に入ろうかなと思ってよ <laughs> <あ>どこにも所属しない <laughs> もう急に乱入するタイプの人だそうそうそうあっちこっちに乱入してから <laughs>、はい、でやっぱり怒られるわけさ、はい、怒られるけど <laughs>、はい、それはそれれ怒られるんだけどエイサーが好きだからってからよ、はい、一回これよ本当に武勇伝あるんだけどははい、はい 一番やっけ、そんな青年会に乱入したことがある。あ、なんか、き、聞いたことある、そんな青年会、これ、結構。もう、デジやったん。一回縛りが強そうな。うん。あの、ガチョウの水をむりがあるさ、白鳥の水をむり。はい。ガチョウンってしてるの。はい。あれ入ってから、タクシーで乗って。はい。そうです、そんな青年会、み、見つけて。乱入して。はい。もう、10秒ぐらいで出されてから、死なされ。はい。0秒で出したんですね。そんな青年会。対応力、すごい早い。俺の。 自分の言い分は、はい、エイサーが好きだからです <laughs> エイサーが好きだからです <laughs> <laughs> 死ねへんのやつやいやエイサー好きじゃないわよそんな格好 <laughs> ね。ガチョウのなんか股間にビョンて,てるやつつけてもう何このね先祖を、えー、あれでする送るための儀式でしょそんなの俺も何かも考えてない なんていうの本当にただエイサーが好きでちょっとチョンダラに憧れててっていう感じだったわけどっちかというと対抗演舞とかしてる方じゃなくてチョンダラの方に憧れてたんだそうそうそうチョンダラの方に憧れてそうだな小学校の時高学年の時にはよエイサーが始まったら自分のあのズボンに半ズボン八た子がよあの 酒瓶、はい、巻いてからさ、鉢巻き具はさあに、<う>すぐ青年会の瓶に行ってから <laughs>、この青年会たちが、俺が乱入してきたら、<laughs> はい、喜びよったわけだから、のたたね、この青年会たちがさ、悪いはずよ、みんな喜んでくれたから、<laughs> どこでも OK なのかなと思って。<laughs> 自分が好きだったんでしょどっちかと言ったらもうとってもだってよ<ー>もうだあの全頭 A サーシェや、うん、我が18終わってるか19か、はい、19から22までカチャあるさ女さんにカチャ足？これ3年連続は一番だよえ一、ー、番最初に出ていってるえー 年連続最後のカチャーシーすんばってエサエンブウエイシェや例えば大鳥がそんな青年かやれるウエイビーレイヨしんどい上エイニカラシュじゃあとアくんとカチャーチカチャーチカチャーシーすんばってあンサーにバーッて来るさ来ますねうんチノチャーが集まってからこれ一番最初にセンターに立ったのが私ですめちゃめちゃ自慢するやしこの時はもう俺誇りだよ 自分でもうブルーシートももう早く行ってからは勝ち足一番になるっつから3年連続になってるさで4年目ぐらいにを取られた奥さん1位を1位取られたえ警備員にを止められたあいや行く時に行く時にえ止めるんだ何でかするってなってるのにこの演武してる時に そのままこの真ん中ではないけど袖側にいてからさおじいたちが踊るさ舞い上がってからで俺も踊ってたわけおじいたちに行ってもおじいたちがえしもさんしみ出せってからいやさせなさいってから踊るさわん若いるやつさ19歳20歳ぐらい出しやすいわけおアのことはなるほどで引っ張られてから一番後ろまで行ってからで他の青年会の OB に言うよってからよ えーうん、でその時に勝ち足始まってからもうそのまま何誰が1番か2番かも分からんしがよ、はい、もうとっても残念だったわけよ、えー、めちゃめちゃぎくしゃくしてるやしえ、うん、イさーで <laughs> えー、何この話 <laughs> 誇りだったわけよ 人生で初めて聞いたギクシャクの話 <laughs> エイサーのギクシャク <laughs> <laughs> すごいな急遽しかしての俺さんからもいただいておりますトンコシュさんの次男坊もエイサー上宮死に可愛いうんうんえまあやっぱでも可愛いですねちっちゃい子が可愛いよエイサー踊ってたりとかしたら自分で旗も作ってたからはエイサーの太鼓も作って旗も旗も作って単独青年会だじゃん <laughs> <laughs> 何青年会って書いてたかな忘れたけどあ純だ純青年会シンプルだなで書いてから踊るわけさで昔のビデオとかもまた残ってるわけよ残る純選手が踊ってる姿撮ってくれてたんだ親親が一くんゃあちまやのややんじっせいやうんなさんにひらきやにその時にビデオテープやるばって割ったやにんじゅが持っちゃおったし ビデオテープであと10年10あじゃないなもう最近だな十年前ぐらいか、うん、に CD に移したわけよはいはい、うん、この音源はね音源っていうかビデオテープっていうのは映像さはいマギーカメラわかる昔のマギーカメラ、うん、まあまあ昔はなんか大きいイメージ肩に担いでからマギーカメラであそんなにできへんなこのぐらいもう、はい、結構重たいのでさ、はい、でビーチパーティー行く時とかはこうやって やりよったわけ、えーうん。お金持ちがしか買えないよ、この。ビデオカメラ、ね。なんかそんなイメージありますけどね。<laughs> うんうん、終わったお家がお金持ちだったくてよ、えーの。で、それで。じゃあ、太鼓買ってもらったらよかったのに。買ってもらったはず、うちを。ね、買ってもら,ってら、買ってもらったけど、なんか、じ、<laughs> 自分で作るのが良かったかな。<笑><笑>作りたかったんですね。うんうん、はあ、すごいない。今でも、本当にわさわさするよ。あ、今でもわさわさするす。今行ったら、でも、純選手だってなるじゃないですか。うん。 あっちはあっち一一人人人が主人公だのにめちゃめちゃ、うん、いいこと言うやし本<当>デイジメイキラキラしてるすごいな <laughs> エイサーへの気持ちめちゃめちゃ熱い人マジ,マジでラジオ終わっても話しような <laughs> いいよや <laughs> ラジオ終わってエイサーの話いいよや <laughs> キラキラした目で。 うん、この時期なったらね、おと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 。楽しいですもんね、親戚一同とか集まったりして。うん、ああ、ありがとうございます。メール来てます。はい、よろしくお願いします。あ、こちら、はじめましてですね。うん、うん、ありがたいですね。スラブは、自動結束切って。あ、いい、いい匂いしてますね、この方ね。初めまして。いい匂いって何?。先週のオリジンアワー、めちゃくちゃ楽しかったです。今。 建築関係の仕事をしているのですが俺俺 <laughs> <laughs> もう建築の人は集ってきたやしお嬢とお寄すごいなちょうど六時ぐらいで終わるさ現場はいちょうどたまたま聞いてる人からしたらおむさんらはじろこれ正解だったんかい <laughs> この形が <laughs> 建築屋さんみんなラジオ聞くさああありがたいですねおうん純選手の話す話題があるあるすぎて聞いてて笑ってしまいましたははは そばしょうさんはあまりピンときてなかったみたいですが、はい、マンションが建つ過程を間近で見ると、はい、そうやって建つのかなと感心しますよ。<laughs> <laughs> 誰よ。教えられてるんだ。俺今、<laughs> <ー>暑くて危険で汗臭い職業ですけども、はい、意外とやってみると楽しいかも。ジュン選手が現場監督として戻ってくるのを待ち遠しく思ってます。それでは。 今日もご安全に。ということですね。お仕事の話です。ここ現場監督あらんたちがや。現場監督ではなかったんですね。現場監督はらんごと、あの現場の職長よ。そういうみたいな。職職長。職長。うん。職長。なんていうのか、この業者の。はい。え例えば、ええ、仕切る人。この現場、例えば。一つの現場に対して、何十っていう、業者さんが入るわけ。おお。 で割ったは後工工事事やろそのの後工事そうそうそう。だせすやとか最初のね、はい、えいろんな工程があ,あるんだけどさその、えー、職人たちがまあ仕事を終わらして、はい、もう建っていったら、はい、例えば建物が、えー、建っていったら、はい、あとはこの塗装屋さん、まあと仕上げというか<ー>塗装屋さんとか。まあまあまあね、順番的にははい。そうそうそう でいろんなのが入ってくるんだけどま、うん、た後やとやるばてああそうなんですね準選手はうんその業者の、まあ、リーダー的存在が<う>、えー、職長で現場監督っていうのはうその現場に<う>これ危険作業がないかとかああなるほどねそれ現場監督っていうんだ、はい、うんうん ちょっとあの確認をするんだ。そうそう,そう危ないとこないかみたいな。危ないとこないかとか、あ<ー>まあ何？なんか抜けてるものはないかっていうチェックする人が。もう工事現場はよ本当によ危険がいっぱいだからよ。<ー>うん。 例えば転落とかね、いろいろあるさ。じゃあ、あんさん、電動工具の適正試乗っつってからよ。適正試乗手元確認、よし、いいんでやるよ。ああ、なるほどね。ヘルメット着用。着用。ね。もう本当にいろんな、も、もしかしたら、死に至る可能性もあるから。工事現場で、一番、もう、危険で、大切にしないといけない、心得。 まあ大切に持っておかないといけないもの何かわかる大切に一番まあ建築とかそういう仕事の時に持っ好奇心好奇心好奇心だけどお前みたいな怪我するんだよすぐ。<laughs> <laughs> ここにドアを作るぞ指立ちたって言うからすごいあれダメやんか俺がすぐ怪我するんだ俺みたいなやつがもうもう待っでさダメだ好奇心持ってたらダメなんだ監督に怒られる最初からね朝礼するから朝礼の時にラジオ体操主席やもうただただ何脱がなとがわからんただ好奇心だけ持ってるなって言ったら「お前帰りなさい」って言われるすぐ あそうなんだ好奇心持ってたああなるほどねうんもうこんなだったらダメよダメって怒られるんですね靴もね鉄板具合が立ガリパゴワ行ってねラんだレよああ安全靴そうそうそう一番大切なものはね塩分塩分大喜利みたいな感じでちゃんとしてるよああ何より塩分なんですねやんとああ安全な策を一番取って 現場さんがさ一番恐れてるもの何と思うえ一番現場さが恐れてるものえ一番恐れてるものは隣人何年隣人の人隣人隣近所ああこのクレームとかねああこれはもうあるんだけどわったこれ気にしてたらしかたね選んばってなるほどだからいろんな災害があるさうん一番恐れてるもの何なんだ雨 ああリアルだな雨降りれからよ雨降ったらじゃあそっかじゃできないと来るねえらんしゃいまあやる中うんじゃ大丈夫だけど家の中の作業は例えばあのいろいろ考えるわけさこの後期っていうのが何月までに終わらさないといけないんだよねははいいはいそしたらまあ前の工事業者さんが俺たちに渡す時にちょっと 時間使ってから遅れてしまったら終わったあと工事だからパツパツになってくるわけ時間が。なるほどね。うん。その時に考えるのが、うん、まああのいつでも雨降ってもいいようにって言って、はい、中は後回しにしたりするわけああなるほど。で雨降った時に、はい、仕事あるよんリアニオ。で,で中に後回して。うん そしたら雨降ったらあっちこっちの業者から同じ職種の業者から連絡来てから応援ないですかってからでたくさんこっちに集まるわけさまたまた違う人たちが来て一緒に中で仕事できるもんやろうってう、うん、やろうって言ってからであんまりたくさん入れたら終わったら仕事なくなるさ本体の本体っていうのはこの現場であの何この現場 でただ触ってるチームなんんだだけどさうからあんまり入れたら1日2日で終わらせてしまったら私またあちゃなあちゃまたゆくらねならん給料ねらんないせ者や確かにね仕事なくなるしもう毎月高齢の親父に「すみません前借りしてください」お願いします」っていうのがもう高齢になってくるから高齢になってくるんですねわんわだったトータル的に何の話だばこれ前借りよ もう趣旨変わってきてるしラジオなんかどこ <laughs> どこにえ十、ー、五番目の男さんからツイキャスコメントいただいておりますよ、うん、はいはいワイヤー肩枠やしてたああ肩枠や大変だよ <laughs> おいちょっと待てもう肩枠や肩枠やはもう来週に持ち越そう止まらんこれ <laughs> 何のラジオ建築のラジオやしやってる人多いっすねちゃんと聞いてくれてるなめちゃめちゃ集まってきてるよし仮惑星サボロクベニヤとかさもういいわちゃ面白いですけどね聞いてたらメールいきましょうよいただいてますからはいこっちですねはい。 こんにちはラジオネームですありがとうございます今日は下手くそなうちな口じゃなくて標準語でいきますおあいやいやいやそんなことないですよ今日は娘の誕生日なんですよあそうなんですかおめでとうございますおめでとうございます20年前の今日生えたての目のようにが弱くて小さなものや人に対して優しく寄り添う人になってほしいという思いを込めて名前を付けましたなるほどなるほど生えるって感じでねで目 うんえー、目の目が出る目が出るのうん、うん、目の目、はい、で、えー、あの子は淳選手のネタを内縄口のまんまで理解して笑いたいその一心で言葉を勉強していました、うんうん、合わせてあげたかったな病気がる治るのがもう少し 早ければかったなといろいろ僕もこの子知ってるんですけどねもう応援してもらっててちょっとお亡くなりになったというかなるほどでその方のお母さんに今は全面的に応援してもらってんですけどイメユンナさんねこイメユンナというアカウントが娘さんがやってたのでお母さんの名前ではないんでね。 もともとあじゃあお母さんがもうやってるんですね今娘さんがやってたそのアカウントをどうしてねジュン選手に内縄口で話しかけるのが夢だと言ってました内縄口でラジオに投稿することも内地では音声しか届かなかったシマクトゥバ日記を聞き取って訳しブログに載せる原稿を作っておりました僕がやってたタイムズさんの記事ですねあなるほどね お前が残したブログの原稿には褐色の島ジュン選手と名前を付けてブログにしておいたからね何度か内側口で番組にメールを送っておいたよお前の夢は代わりに叶えておいたから安心しなさい親ってありがたいでしょありがたいのよ分かるよねン選手お願いがありますあなたの 声を必ず聞いていいてると思います、うん、あなたに会いたいと心から願っていた内地の娘に一言「おめでとう」と言ってやってください。うん、本人がどこにいても今日はめでたい日です。<う>あの子は二十歳になったんです。うん、パーっと明るく「おめでとう」と言ってやってください。娘にたくさんの夢をありがとう。そして私に心の支えをありがとう。この番組が長く長く続きますようにと。 ありがたいですねや、なるほど今日で二十歳の誕生日娘さんが「ああ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 とああああっあああああああうんうん。ああとああ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 ねああ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 のああ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 あたあああああ 調べてくれて。まあね。全部純選手。グチ。純選手。グチ。ジン。一号。一号。娘さんが。もしかしたらね。一号。なるほど。じゃあ、今日誕生日ですから。娘さん。ちょっとおめでとう言いましょうよ。はい。答案せ。ええ。調査に。二十歳のナトリビンウ菜。満ンこれ。めでたいこと、うえびこと。 おめでとうエビンドカリー。ありがとうございます。いや、いいですねー。僕は正直半分からちょっと何言ってるかわかんなくっています。<laughs> カリーはまあカリはね、うん、めでたいという感じのね、あの意味が表してる、うん。これはあのーね、カリーっていうのは乾杯では本当なくて。 ないですよねうん、うん、あのオリジナルはかよかよオリジナルはでもあその話しされてましたね借りな,なんか最近から増えてきてるなみたいな話もあったあなぁ、うん、ねっでもめでおめでたいおめでたいですね本当にありがとうございますいつまでも聞いていてください、はい、ぜひねよろしくお願いしますありがとうございます、はい、もう一ついきますか、えー、はい。 じゃあいきましょうねはじめまして先週のオリジンアワーめちゃくちゃ楽しかったです今建築関係の仕事をしているんですまただいやいやありがたいよありがたいけどさなんすかすごい急にめちゃめちゃいい空気の話になってすぐ現場に戻されたから大丈夫大じゃあいきますよはいありがたいですね木曜オリジンアワーの皆さん大城くまさん昨日も腹筋したふうみーさんお疲れ様ですお ありがとうございます旧串川市のポッドキャスター偶然にもしてないのは俺です<違う> <laughs>、えー、俺,俺さんねさて、うん、そんなことよりこのラジオも今週で6回目の放送事故ですね <laughs> 放送事故、うん、まあまあねなんとなく分かるような気する <laughs>、うん、そろそろ木曜オリジンアワーのレギュラーになったジュン選手と、はい、茜さんの彼氏は慣れてきましたかいそれとも慣れてきましたか2回言ったじゃないですか、ね、さて 先月から方言ニュースのコーナーが始まりましたね。ン <laughs>、はい、選手が方言でニュースを読んで、はい、茜さんの彼氏が笑うという、滑ったコーナーらしいですが。おその上で言えなんで茜の方が名前一人歩きしてるどうにかエコーでごまかしながら頑張ってくださいね。<laughs> <laughs> やかましいわ <laughs> ところで、先月のオープニングトークで、ン選手がオリジンメンバーにボケが通じないという話をしていましたね。はい、選手は真面目なキャラが固定してしまったのですが ししてしまったのですか、ね、それとも固定してしまったのですかこのラジオを聴いている限り翔くんはまだ潤選手のトークの3割しか理解してないようですがかか、はい、ささんんと仲良くく頑張っってくださいい何が言いたかったんすかそれと<果>木曜オリジンアワーはレギュラーが決まったということで、はい、俺はまたしばらくの間、はい、ドクターストップでメールをお休みしたいと思います。えー いやお休みしたいと思います。でましたけどええー、最後に質問ですが、ジュン選手とお休み賞は誰がお休み賞よ。毎日ずっと出勤してるわ。毎日一緒にトイレ行く中だそうですが。なんだわそれ。一度だけ大喧嘩したそうですね。そうなんか前もあったよ。<laughs> <な>その理由を教えてください。理由を教えてってこれ。 うん、<い>それではね、はい、オープニングトークは特に頑張ってくださいね。旧具志川市の俺でした山見。山本ジョージって書いてある。山本ジョージ。<laughs> 締めくくりすごい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ドクターストップかけられたんだ。うんうん、どこの病院か気になるな。<laughs> じゃあ。えトイレ行く中だけど。すげえ大喧嘩した話。うんうん、なん、なんでだった、あれ。<laughs> なんか。しょうが。 すごい大喧嘩した話はまあでも俺が赤ね、うん、触ったからだった。<laughs> <laughs> 俺大事男男してるやし <laughs> 恥ずかしいよや。あの時はごめんなもうもう水に流してね。 いえねえ一緒にトイレ行く中だから水に流すのはうまいですけどねなんつってじゃあ CM 来ますか一旦 CM 挟みますか遊びましょうねまだまだメールなどもお待ちしておりますのではい、はい はい、ぜひよろしくお願いしますよオリジンアットマーク FM 中 .jp すべて小文字で origin アットマーク FMnaha.jp までよろしくお願いいたしますはいそれでは一旦 CM うん、うん この番組は良いい品をいつも安く『ビッグワン』の提供でお届けしました『た<だ>オリジンアワーオリジンチャンプルーは』は平日午後5時から7時まで毎日オンエア沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎ツイキャス・ポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube/ ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね何かを まかのようにはい、えー、FM 那覇から木曜オリジンアワー、えー、お笑い芸人が、えー、お届けしておりますねはいよろしくお願いしますよはい蕎麦翔でございますいやまあ純選手もいますよ <laughs>、うん、お願いしますねよろしくお願いしますよちょっとあのコーナー忘れでてたねあ 行きましょうかユンタクジョージナティアはいはいはいコーナーございますのでいやいやぜひ、えーうん、皆さんねよろしくお願いしますちょっと待ってくださいね、うん、あコーナーそっかでも今日はうん、うん、またジュン選手が作ってきた作ってきてくれているということですねうん、うん、ちょこっちゃんなるほどでそうそばしょうがね 蕎麦翔君がこうやって、はい、まあ本本来だったら僕に作るっていうことだったんですけど何、うん、<laughs> で嫌そうだわちょっと、うん、いいじゃないですかじゃあいきますかコーナータイトルはい、はい、えー、題して「純選手口ニュース」よ<ー>ありがとうございます <laughs> はいえー、これはポン 忘れてたわ <laughs> これ絶対あるあるんだ。固定なんだこのポンは。はい、このコーナーですね。まあ普段ありますこの非えニュースなんですけども、このニュースをですね、淳選手が淳選手愚痴に直して読み上げるというえーコーナーとなっております。はい。そしてですね、今までの流れとは違って、まずは淳選手が淳選手愚痴ニュースを読み上げて、読み上げて、それをえ僕ら皆さんで聞いてる側がですね、どういっ ネットニュースなのかっていうのを当てるという絵馬となっておりますよ、はい、そうですねはいよろしくお願いします上手だねジュン選手愚痴陣に向けてのニュースでございますからうショウもジュン選手愚痴陣だからねもう僕はまだですよ <laughs>、うん、いやいやもう,、ま、もうなってるよいやなってるんですかね、うん、じゃ行きましょうはい聞いてみたいと思いますよじゃあジュン選手愚痴陣ニュースですどうぞ赤く黒の気が合わさない入ったるフィトディフジの肩がある花 おふうばなさいかくうが土地花センターンジサチタン南アフリカ産やしが花やムルサチョロシガテヤサヒルマサルカタたアとシャチャルアトノカジャガルチョージュクプール内シェムノかカかかことコトプールが出たなのじルチノイジヤマジブンバナディチイラテルウイビンカジャヤノガラム マカジャフジマーチャルカジャ婚約のハナンカイウフェチカサのカジャシオベユバーニーコアナスンコアナスンということですねわからねえわとうとうとうじゃないですよわからないか途中でプールが出てきたのはわかるますけど途中でプール出てきてますあじゃ何の話ねええ一応でも花の話はわかったうううんんん花えハイビス 南アフリカにしか咲かないハイビスカスが今年沖縄にも咲いてすっごいいい季節ですよってしてプールにそのハイビスカスがプール一面にサっとハイビスカスが落ちてなんかすごい。 豪華なプールになってますよっていう。じゃねえだろぜ。全然違うよ。全然違う。難しいだろ、それで、おお。一つも当たってない。いや、わかる人います。逆に。ああ、プールって言ったら、プールないって言ってから、プールと思ったんだね。うん。プールって言ってたんで。えーと、じゃ、あこれ、翻訳、ちょっと、読んでみましょうね。えっと、そうですね。もしかしたら、大城さん、わかるかもしれないです。大場な才覚。 っていう、えー、花なんですけども大花赤黒い毛がびっしりと生えた<ー>うん、まあ、花がですね、はい、あちょっと翻訳いきましょうか、はいえー、赤黒い毛がびっしりと生えた人手のような形をした花、はい、大花再角が栃木花センターで開花した、はい、南アフリカ産で花は満開の状態で<ー>印象的な外見と咲いた後の匂いが強烈なことから<ー>悪魔の花 ととも言われる、えー、あちょっと強烈臭いんだ匂いは刺繍のようだが、えー、こんにゃくの花に近いこの匂いでハエを引き寄せ<う>受粉させるですっいすごいっすねー。独特な花なんですけどもね独特っすね匂いでハエ、まあ、をおびき寄せて、はい、でそれで、えー、受粉させるということで、はいまあ、僕が言ってたのはこの。 大花彩角はなんて言ってたんですか。大花彩角はまあ普通に大花。ウフバなって言ってた。ウフバな彩角ウフバな彩角うんうんうん。王がウフなんだ。そうなんですね。であのこおあハエが欧米。欧米。あ欧米銀幣。銀幣。銀幣。うんうん。欧米あそういうことかハエなんか言ってたな。プールはどこ。プールはあこれあのあと後の。 匂いのところだね風がる中軸プールないしムヌハカカスクトン中軸プールないっていうの匂いがすごいっていうプールないプールないみたいな感じああなるほどね匂いがプーンってくるのはプールないって言って分かんねえわプールないしムヌハカカスクトってこのムヌハカカって何か分かるムヌハカカあっきそうなるムヌハチギさあなるほどね あ物を吐き出しそうな匂い臭いにいっていうそうで悪魔の花っていうのが黒チヌイジヤマジモンバナすげえ分かんない黒っていうね一応あの、の花の花って言ったら黒チヌチのツの黒いツの が出てる。ビジア。角。なるほど。マジモン。マジム。マジムでいいわじゃん。黒うちの黒い角が邪魔してんだよ。マジムだったらすぐ分かりましたよ。さあというわけで、はい。ありがとうございました。というわけで、以上純選手グ愚痴ニュースでした。ありがとうございましありがとうございます。はい。 そうあそうなんです来週がですねえ僕がですねちょっとお休みをいただきましてはい実はですねあの来週の金曜日にありますテドコン一家民泊物語という演劇があるんですけれどもこちらの方に僕出演しましてでその木曜日にですねちょっとあのリハーサルがありますのでお休みいただきますのでちょっとねあの来週話す何でしたっけ片枠屋の話がちょっと聞けないすごい残念ですね本当にはい じゃあ、だったら、はい、来週はしないでから再来週するから。<laughs> <laughs> 来週でもジ選手一人かもしれないんで片枠屋の話引っ張れ引っ張れいい別に一人は一人で現場の話別にしようと思わんのにショート一緒にいるからなんで俺の時に現場ありがたいですけどねはいとはにせ本日もいろいろメール、ツイキャス、コメントありがとうございましたお願いしますあーありがとうございました締きましょうよ来週お一人ということで皆さんメールどしどしよろしくお願いしますねよろしくお願いしますはいそれでは木曜オリジンアワー担当いたしましたのはジ選手とそばしょうでした